はい、トイウォーズザムービー2、リカちゃん、マミツさん、サクラタン、ドール怪獣大進撃。これはですね、2017年のトランスフォンファンケットボリューム16で初上映された、イベント用映画作品です。イベント用映画だったんだ。うん。あれですね、東方マークのパロディが上手くなってますね、前より。なるほどね。技術も向上したもんだ。うん、ただし、スーパーガイモロが、うん、溺れてる。歩いてる。奴は科学研究所から人細胞の制御室に始まる。何としても取り返さなければ。唐突感結構俺好きなんだよね。いきなり状況が起こってるっていう。いや前回はさ、うん、もう最初からしょぼかったから、うん、今回最初からアクションでいこうっていうのと、うん、あと最新アイテムを使う、当時の。タイタンズリターンだね。うん。俺たちの力を見せてやる。あ、トワさんの声だ。うん。なんか、末期のトライミートゥーン時間ができたね。カジトロンさんとかね。うん。そう、シャドさんの代わりにね、カジトロンさんに、もともとね、昔は、ニコニコ動画での伊藤国っていう、ライバル作品を作ってらっしゃった方が。うん。渋い声の人だね。うん、そう。あ、カジトロンさんね、の声ね、うん、出演してる女性陣から人気なんですよ。へぇー。うん。すげえ顔だな。あのね、今まではホットロッドの役はマグシがやってたんだけど、試しにトイケにやってもらったらクソ下手で、ちょっとね、次からまたマグシに戻そうと思う。これ本当はね、あくまでパパマンじゃないよってはずなんだけど、あのさ、これ撮影の時覚えてるかな、間が戻らなかったんだけどね、スローでやってるからパーンって。なんか思い出してた。そう。2人でやったんだけど。そう、そう。だから全体的にさ、合成技術が上がってるんだけど、じゃあ、トイウォーズザムービー1作目よりはあんまりすごいことはしてないんだよね。でもバックに、ね、任務完了です、うん、ダンボールの、うん、だから1本目がさ、割と合成とか、うん、デジタル処理を駆使しようとしたのに対して、こっちはその場でできることでなんとか全部やっちゃおうっていうね。オイルマッサージ何それ、ラリパッパだ。死んではないんだよね。ただこっちの方がなんか一本の映画としてちゃんと作ってる。どうした？うん。あ、これも今回オープニングにドットくんのね、よだれけも毛玉の夢うつつを使って。もともとはなんかね、トライミッツーンズのアニメのオープニングをこれっぽいのにしてくれって話したので、もともと気に入ってたんです。で、あとこれ一応オープニングで、本編で語られないけど、さくらさんの前日談をアニメにしちゃってるんですよね。だからなんか知らないけどみんなに追われて迫害されてたっていう。なるほど。あ、この作品ここでしかトイウォーズのものが出ないんですよ。あ、うん、そっか。うん。最後になかったよ、トイウォーズのものじゃね。出ない。うん、出ない。でもこれはトイウォーズなの？うん。だって、つながってるもん。あ、そっか。なんていうかもともとジェームズ・ボンドが好きだから、こういうシルエットのアニメーションでオープニングやりたかったんだけど、これは、ちょっとね、多分、今後このオープニングが僕の中では定番化していくのだろうなという感じがします。こういう形式のオープニングが。あ、また出た。安定のね、土野先生が。そしたらそこには実験に失敗してあれが生まれたんですね。うん、何でもやってみるもんだね。うん、そう、また始まる急に。ちょっと、うん、まただ。この人そう、だからそう、ちょっとね、トイウォーズのシーズン5の後日談というか、実はトイウォーズシーズン5もうちょっと続く予定があって、もともと予定してた最終回の脚本を、その長編用にリライトしたのがこれになった。そうなの、うん。
だからもうちょっとそのスケールの小さい話ではあったけど、うん、だからマミさんバディモノになる話じゃなかったっけ、うん、マミさん、あ、違う違う、それとはそれはもっともっとシーズン5もっと前のアイディアで、うん、そのシーズン5のマミさんの最後の話はこういう感じになる、うん、とかそのテーマはこっちでやってる、うん、レリーズって思っちゃったからねレリーズって、うん、ちょっと微妙にでかいのがいいよね超でかいんじゃなくて微妙に、この微妙なでかさは逆に怖いよね、うんうん、そうだ、この辺だからこういうカットとか映画的にしたかったの、ちゃんとね、どの辺これ、ここ、うん、どこだろうね、あなたは、知らない街、うん、知らない街へと旅立った、ひどい顔まるで腐った金玉みたいな感じ、うん、そうね、あなたの薬にまみれたガバマンと同じくらいひどいでしょひどい似た者同士、でも合成技術は実は上がってるんだよね、うん、なんか前作はあれ、うん、緑のふやふやしたもん、うん、あれだったけど、その通りね、不自然さがなくなってんだよね、うん、あ、この辺もゴロを撃った者に心当たりがあるだって、間違いない、あれはオイルマスターです、オイルマスター、ここのシーンさ、多分いろいろその色調調整いろいろやってみたいんだろうけどさ、うん、カットごとに色調が変わるんだよね、うん、だいぶなんかパッキリしたね、これね、なんかちょっと変な薄くなったし、うん、見づらくなったり見やすくなったりする、うんうん、こういう、こういうなんか映画的なねカットを入れたか、ああ出たよ、うわ金玉怪人が帰ってきた、お母ちゃんが言っていた、あの怪人は前世の悪事によって醜くなった、ひどいよ母ちゃん、金玉頭裏から出てきるか、あ、ライダーライダーライダー投石だ、ライダー投石、うん、良い子は真似してダメだぞ、仮面ライダーがやるのもみんな真似するだろう、うん、ね、私もちなみにこれね、並んで寝てるじゃん、うん、まあ肉体関係があったというシーンはね実は撮ってたんだよね、マジかマジか、うん、そのシーンをまんま撮ってたんだけど、ほらあのあれチームアメリカみたいになんか人形劇のそういうラブシーンをだったら面白いかなと思って、うん、結構頑張って撮ったんだけど、うん、なんだろうね、なんかそのやりちょっとやりすぎると、うん、意味が変わっちゃうかなと思っちゃって、だから一応だからこれカットすることでただの友達、うん、本当の友情に変えたっていう、ギャフンと言わせてやるわ、これもね文学的なシーンを撮りたかったを撮りたかったんです、風景を撮りた、違う、風景というかその文学的な、うん、ちょっとほらあれも赤信号じゃん、そういう感じのを撮りたかったんだよ、なるほどね、うん、二人の友情、頑張ったね、うん、地味に頑張ったのこのシーン。あのね、ビエリのフィギュアのビエリが1本しかなかったから、ああ、ここです。1個しかないから、うん、うん。だから、ここで1個割っとくということで。もったいない。あれどこで割ったの？そこ。そこで。うん、まだ残ってるから。マジで片付けをしない。だからこの間ほうき買ってきたんだよ。ああ、なるほど。片付けようと。でもなんか、お邪魔しますぜ。オイルマスター、G 細胞は手に入ったの？自分でもなんだけど、やっぱちょっと映画的になったと思う、前より、うん、彼はオイルマスター、そっか、うん、私の計画を手伝ってもらってるの、計画？ええ、あなたさっき、ちょっと暗くなる、世間をギャフンと言わせて、うん、これはちゃんと意味がある、言ってたわよね、それを実行するのよ、面白そうね、うん、私も協力するわ、地下室へいらっしゃい、なるべくこの映画版ではあのダラララランは使いたくない、あの案内されてる側が前にいるのおかしい今後で思った、これは巨大なマタニティリカちゃん、私が10年の歳月を費やして作り出した、ここでの会話がすごい、やっぱシーズン5の最後でやりたかったのラストの会話というか、このマミさんのスタンスの強大なエネルギーを安定させることができる、う
この怪物を使って、うん、主役っていう意味ではマミさん結構長期間主役張ってた方がいいね、うん、固定主役は珍しいよ。何言って、うん、あなたが望んでいたことよ、うん、みんなを見返してやるの。違う、私はそんなこと望んでない。この世界を滅ぼしたら成功することもできないじゃない。成功する必要なんかないわ。これを見ればみんな私たちを見下したことを後悔するんだから。違う違う、私はこの世界で今生きてる連中に生きて認めさせたいん だ、ね、一生私を認めさせたいんだ。あなたが何を言ってるのかわからない。すごい悪そうな顔になってる。強いだね、強いね。いや、そりゃね、あんな人生経験踏んでた。怪物は完成しないのよね。だって、すごい人生送ってるよ、この人。うん、オイルマスター、ここの合成さ、うん、うまくいったと思ったんだけど、うん、知らない人が見ると、うん、そのただの大きい人形があるようにしか見えないって言われて、重ねればよかったなと思って。だから、あの、知らない人、オイルマスターが、うん、あんぐらいのサイズだと思ってる人が多い。フリーテイザーのアウターシェイって結構サイズ感が微妙なところだったら、うん、パッと見どれくらいの人かわかんないよね。バ、うん、ンブルが微妙にひどいことを言う。ナチュラルに。このジオラマはすごくいいね、うん。あと、このバンブルの変形だけかな。コマ撮り。あのコマ撮り。ほとんどないんだよね、その。前作のポカーンとしてる。何て言うの。友情を踏みにじられるだけなら慣れたものだけど、計画を水の泡にされることだけは許さない。ただちょっと悲しいセリフだよね。踏みにじられるの慣れている。リカちゃんを発動させるしかないわ。おいおい、俺はどうなっても知らないぜ。あなたが言われた仕事をやればいいの。口出しは無用よ。リカ、リカ、行こう。うん。また見るのある。これあのね、一応これは、あれだね。あんま土から出るシーンはさすがにその、借金で買ってきたそれっぽい人形を使ってる。うん、さあ、問題のシーンが、前回は爆上げした、津島直人先生。津島さんすごいな。ねえ、津島さんってプラレールの運転もできたんだね。ああ、まあ、ガスだけ。電車でこうなら何十時間もやってるさ。ああ、この、うん、このセリフをほがらかに言える先生、素晴らしい。素晴らしい、本当に。うん、お人柄が、うん、響いています。またやってもらおう。いやー。ハイスピードで。うわあ、死んじゃった。死んだのかな。出てこないからね、もうこの後。お、うん、半分ぐらい終わったのかな。うん、いや、みんな。あ、生きてた。今日はね、みんなのために質問に答えるために僕はここに来てる。質問コーナーもやってもらったのか。うん。ひどい説明が。そこ納豆フェチズムね、うん、俺は俺の心に深く生まれてますよ、ね、このね、今となってはもうこの横のダダッダッダダンが何だか分かんないよね。何これ、何だどうだったのこれ。え、何これ。これなんか津島さんがね、当時ツイッターで誰かと喧嘩してて、うん、喧嘩の相手が、うん、ターミネーターの、あのアイコン使ってたのね。ああ、で、それでだから津島さんの横にダダッダッダダンって書いてある。なんだっけ、あの、うん、あ、ごめん、思い出した、思い出しちゃった、言わないでこ、うんうん、思い出したで言わないでこ、え、うん、え、俺知らないっすね。あとで、あとで、あとで教えてあげる。この時ね、ガメラの話も聞いたんだよね、ちゃんとね。あ、そうだね、真面目な動画もだった。そうそう、ガメラも聞いたらいいじゃん。結構、その、水先優勝って話して面白い話も聞けたんだよね。あ、不景気ちゃん、夢のダブル不景気ちゃん。おでん、うん、何でおでんすげえ色じゃん。そう、2代目。ケーキちゃん、なんで揃いも揃って、きたね、絵面が。ケーキちゃんを目の前にして、おじけついた過去のみんな。ケーキちゃんの、2代目のケーキちゃんやってらっしゃってるよしこさん、今年結婚されました。おめでとうございます。おめでとう。
年末は、年末はなんか大変らしいですよ。ケーキちゃんは2代目ケーキちゃんであることに感謝しないよね、うん、初代の見た目のままじゃとてもじゃないけど見るに耐えらんないただね、2代目は聞くに耐えないんだよおでんさん、くっせほら口からストロベリーソースを出してる口の黒いのと区別つかないからね、うん、闇だね、闇が出てるね、うんうん、どん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 どこだよ使い回しも多いんだよね、今回、うん、まあ、ほらライブラリーも増えたっていうことでしょう、うん、ね、身の丈 80m はありそうな巨大妊婦よ怪獣が出現し、スクランブルシティに向かっています。戦車隊を出動させました、うん、ひどいこれも実験との合成をやってみたかった。リカちゃん、これ誰なんだろう。仮面が向かない。ああ、うん、永遠と喋り続けるのすごいよね。ちなみにこれあの、バックグラウンドはね、 BGM に流れてるのはね、リカちゃんを称える歌という、あの、公開版、劇場公開版、イベント公開版だとこれがオープニングだったんだよね、うん、リカちゃん、リカちゃん、うん、このシーンはね、このシーンのセリフはですね、うん、さくらさんやってもらってるなっちゃんに日頃のストレスをここでぶつけてくださいって言ったら、うん、割とリアルなのをぶつけてきて、使おうかな、どうしようかなっていうのをすごい悩んだ、うん、あの、待って、そう、たまにさ、とりあえずさ、うん、ここで好きなこと言っていいよって言った時に、うん、みんながね、本当に好きなこと言いすぎて、うん、たまにあるんで、これ何年後か本人が嫌なんじゃないのかなって、たまにある、うん、ま、忘れた頃にやってくる、うん、それまたトイボーズだね、うん、うん、そう、トイボーズは人生だ、うん、だってその時流行ってたことがわかる確かにね、ジバヤンとかね、うん、コンピュートロンにトランスフォーム、コンピューチコン、これが初登場、うん、ヘイコンピュートロン、あ、そう、このヘイコンピュートロンっていうのはね、もともとこれコンピュートロンの声をシリを録音しようと思ってたから、あ、そうなんだ、だからシリの、ほらこれってさ、ほら当時の80年代当時のロボットの声のイメージなんだじゃん、うん、だからシリにしようと思ったんだけど、録音がね難しくて、今はできるんだけど、だから仕方なくそれっぽくした、その名残で、ヘイコンピュートロン、私たちの敵ではないわ、うん、出た、うん、あ、モラのかけらないセリフの応酬が、うん、ひどい、なんか段ボールのビルが可愛いですね、うん、今見ると何もかもお味噌しかない下等生物名燃えるマスター霊長類の力を見せておやり、なんかみんなよくやってくれるよね、うん、こんなバカみたいないや、ま、真面目なことだとね、うん、逆に手伝いづらいと思うよ、うん、今のシーンあれだね、キングコングとの、うん、シーンのあのこういうラーメン食べる、250円に何どこのお店だよ、葛藤が始まる、リカちゃんは強大な繁殖力と生命力を持っていることが分かった、うん、1個体につき200以上の卵を生まれた時から体内に備えていて、死ぬと同時に卵が返り恐ろしいスピードで個体数を増やしていくつまり痛み刺激すると数が増えて面倒ということだ。ヘイコンピュートロン、通せないならせめてやつの動きを止めてくれ。あ、本当に実際に燃やしてたんだね。あれは、はい、ただあんまりの遅さに、うん、超今日早送りした。ユージにちょっと言ったろ。これからジェニーちゃんがカレー屋さんでやったバカな話が始まる。そこの店はインドネパール。なん食べ放題の話だ、うん、そう、奥にちゃんとビル置くようになったね、うん、でもまだちょっと足りないな、うん、うん、そう、コンピュートロンはリカちゃんを攻撃はしてん、動きを止める、うん、食い止めるっていうのが役目だから、うん、自分からは一切攻撃をしないんですよ、そうだ、ひたすら縦になってる、壁になってるね、うん、
こいつ。でも、でも、トトロ仮面ちゃんは天才だよね。トトロ激アツ。これ、ほんとさ、うん、今更だけど、今年の流行語大賞にしてあげたかったな。何を食べ放題もトトロ激アツだよ。あ、これ、メガネの時のやつでしょ。そうそうそう。これ、撮ってて笑ったね。そう、だから結構戦闘シーンさ、ほら、どうしてもさ、うん、前回と違ってさ、前回はさ、うん、なんだろう、真面目にやって、それでもちょっとチープさが残りだったけど、うん、今回もうチープさを全面にもう、ギャグとして生かそうっていう方もね、もう、その方がまあ時間も取れないしね。うん、だからその分ちょっと、うん、まあ、なかなかないよ、あの巨大な忍者が水平に飛んでくるシーン。うん、ね、水平に飛んでくる、ロボットに飛んでくシーンさ。うん、まあ、巨大な妊婦ってなったやつ、ね、うん、グアもう足で組まれちゃってね。でもあ、ローさん、ずっと喋ってんのが面白いよ、ほんと。なんかこのさ、関係ないこと喋りながら、全然違うことしてるのが、なんかね、福光茂樹先生のエロ漫画みたいな面白かった。あ、そのまま呼びやがって。だって時間なかったんだってばよ。あ、アイドリの、一応この世界のゴジラはドルオタという設定があるから、アイドリの叫びに。なるほどね。一応ね、これ、声当ててくれたのもここだけなんだけど、うん、うちの妹の友達で、もともとなんか、変な地下アイドルをしてた子に、うん、なんだっけ、人狼だっけ、人狼アイドルって何でもあるね、地下アイドルってね、うん、やってくれて人にやったから、本物のアイドルですよ。なるほど。本物のアイドルの祈りに応えて、地面から出てくるのってなんかモスボジ思い出すね、うん、なんだけど、なんか土がよりねっとりしてるのがなんかな、うん、だとね、助けてゴジラって出るのは、うん、あれなんだよ、メカゴジラの逆襲の、うん、取ってつけたような子供向けシーン、うん、あの絵が出てくる子供、あの絵が強い大人向けだからさ、うん、実はゴジラって言って、うん、もうゴジラのコマ撮りほぼ使わない、まあ、全く使ってないの、この作品はね、うん、なんか手前の電線も全部抜いてるんだけど、なんかそれが逆にこう、うん、ちゃんと切り抜き感が出て、うん、あれだよ、ちょっとね、これもだってコマ撮りの人は使い回しだもん、うん、それとか熱線は全部使い回しなんだよ、あ、うん、まあそれだけほら、うん、やらなくてもできるぐらい素材ができたっていう、さくらさん今すげえ高さが落ちたもんね、それは逆に言うと前作がかなりすごい頑張ったってことだもん、うん、この辺からの人形バトル好き。これも前回の使い回しだもんね。カブ。モスラ。そう、モスラ対ゴジラなんだよね。手前のゴジラのコマ撮りもさ、前回のモスラに引っかかれて苦しんでるゴジラの使い回し。おお。すごい。あー、このシーン頑張ったね。これさ、中のウェハースがさ、ウェハースだけをが手に入らなくて、仕方なく普通に挟んであるやつ。チョコウェハースでやった。そしたらさ、買ってんの？それだと、爆発したら爆発したで、うんうん、温まって、とろとろ溶けてくるには、いい匂いはしてくるわね。大変だった。おかしいって言ってるみたいな。そう。いい匂いだったよね。いい匂い。食欲をそそるいい香りなんだよ。でももうマジックで書いちゃってるから、うん、食うのは。そう、食えない。あ、違う、食べた。食べたんだっけ？そう、すいませんが食べたんですよ。マジで、うん、美味しい匂い耐えれるの、そういうことにしといて。うん、分かった分かった。これひどい。バンブリちょっと引いてるし。リリの配信とこの作品ちゃんとしてんな、うん、あ、こういうカットはね、うん、すごく、うん、やっぱ進歩してるよね、うん、進歩換算。この後のね、リカちゃんが本気出したね、格闘シーンがね、すごく好きなんだよね。うわ、こっからね、今回、リカちゃんが本気出す。
いやだからもうなんかまるで糸まるで糸がないかのように糸につられ、うんうん、そうそう。こう戦いながらこう場所移動するのいいね。そうそうそう、うん、あのね、もう東映特撮みたいな、いや、うん、一応映画版だから、うん、そこはちゃんとしようと思って、うん、その移動してる胸を伝えた。デスマッチ高原です。この時ね、あれなんですよ、クレザキサンダーロード見た直後だったから、変な、変な地名をね、木が細くなってるぞっていう。うわあ、これ油超人本人なのでね、オイルマスター本人です。本人が本人。あー、すごいすごい無限、双方無限空中コンボだ。めっちゃ木燃えてる。なんか燃えるね、このシーン。リアルだね。すごいね、うん、アーカイブ映像だよ。本当だね、周りで本物の映像みたいだ。急に狂った。この演技がやべえ。うん、やっぱ上手かったね。いや、ならない。彼女はマタニティブルーで気が立っているだけだ。うん、大切な命を二つも奪うわけにはいかない。いっぱい食べ物あれつくよね。うん、そう簡単には消えませんぜ。みんな待つんだ。デリケートな妊婦さんの扱いに必要なのは力じゃない。うん、心なんだよ。あ、近所のゾンビスポーン。こんな高原で近所の人もないと思うんだね。何してたんだこの人。デスマッチ高原で。デスマッチ高原。どうするっていうの。準備ができるまで、うん、リカちゃんがダメージを受けないようにするんだ。頼むぞエリアロボット。エリアロボット、アタック。何としても食い止めろ。ここは無理だな。よし、エリアロボット合体。このシーンは新作じゃなかったっけ。うん、そう、この合体シーンだけね。うん、さっきのそのゴジラに向かって周り飛んでるシーンはね、実は別の糸で撮ったものを再利用してるんだよ。それは使わなかった。うん。そのムービー2 の, その前のアイデアの時のシーンで使う予定だったシーンなんだよね。ゴジラ、お前にプレゼントを持ってきたんだ。あ、なんだろう。なんだろう。なんだろう。あ、ドロータだからね。何を言ってんだよこの人。ファクファク。ここでね、ハルベアやん。今までの私も最初の子の時は大変だったわ。何せ神の子ですから。私なんか夫が自殺した直後に陣痛が始まっちゃって、私実は真男の子を産んじゃってる。そう、コスモスを産んでんだよねこいつ。そうだ、こいつ、うん、見ろ、リカちゃんの心から不安要素が取り除かれていく。それに比例してリカちゃんの体内で発生していた卵の活動レベルも下がっている。ストレスが軽減され、死としての危機がなくなったことによって余計な個体数の確保が必要になった。そう、生物学的なね、根拠があるね。根拠がいい怪獣映画だ。小さい怪獣また根拠が大事な平穏を取り戻すなんて、大切なのは G 細胞じゃない。不安の時にそばにいてくれる仲間なんだよ。もうね、孤独だったからこそマミさんこういう言葉が入れるんですよ。忘れたの、私たち友達になったでしょ。わー、マミさんいいやつだな。あいつだ、あいつらがあの怪物を生み出して私を破壊したひどい。この子汚い虫虫で、あ、また言ってるのね。みんなで石女あげるかぶ。ひどい。バフクラウドス。今までは一人だけで石を投げられた。でもかわいそう。二人なら当たる石も半分になる。全くその通りね。そうはならんよ。全くその通りね。その計算はおかしい。言いながら投げる。あの美しい友情を結んだ二人に祝福の石を投げるかぶ。これこけちゃったんだけどさ、うん、これ単でミスなんだけど、うん、あれはね、カブタかひどいやつだからバチが当たってるって感じの中では。現代社会、うん、あ、またオプティマスのお言葉が。大切なディープさんの心のケアを、うん、いいこと言うオプティマスは、うん、私はオプティマスプライム。このメッセージを生む機会とか言っちゃう。
あ、アイドルを頭にせて5万円のゴジラでやった。てめえの玉潰しに行くから覚悟しろ。このちょっときつめに社会啓発する感じさ、ちょっとやっぱあのアメリカ本国っぽいよね。あの今回のあれはですね、エンディングテーマはですね、ドット君です。どうぞ、あれだね、あのプロデューサー作曲の、うん、誰かが歌ってる謎の歌です。ひどい歌。ロカタを何だと思ってるんだ。最後全部マグシーに押し付けたからね。ひどい。ジュッパーさん今回クリフだけだね。クリフだけだね。ジュッパーさんもやっぱね、そうだから問い合わずの参加者たちがさ、うん、徐々に家庭を持ち始めてる人が結構増えてきちゃって、ジッパーさんのとこもさ、お子さんも、もうだいぶそら、幼稚園、小学生かな、そろそろ、なるから、まだ幼稚園か。シーズン5の時に結婚されたから、今幼稚園ぐらいかな、お子さん。そう、今回あのね、エンディングにアニメーションをつけるのをね、諦めたんだよな。なるほど。たけさん。たけさんは、塗装屋さんの、あ、段ボールのビル塗装してくれたんだよ。造形悪いけど、よく見て質感すごくいいんだよ、このビル。失礼します。中央区、産業会館。結構よくお世話になってますね、ここの、でもここからは音楽の、いっぱい出てきて、YouTube で音楽無料公開してる方々の片っ端から使ってたから、いっぱい出てくる。ケビン・マクロードさんすごいね、いっぱいあるんだよ。まるで小林キャストのようだ。まるで福部先生のようだ。どういう歌？急速とかいっちゃってるよ。あのね、あれなんだよね、その作った人がさ、電気グルーヴとか大好きだからさ。ああ、なるほどね。決まったよ、なんか、で、これレコーディングの時一発目撮ったのに、撮った時に、お前がこの曲で何を伝えたいかが全く伝わってこないって言われて、これなんか2テイク目なんだよ。で、やけくそで歌ったテイクが採用された。DVD パッケージ、そうか、ソフト化されたんですね。あ、これコミケで配りましたね、企画トランプアンケートゴリゼロク、あ、エグゼクティブプロデューサー滝野由美さんです。現在中国に行ってらっしゃいます。あ、また中国に、前は台湾だったり、ね、周りからこの時期にかわいそうって言われてるんだけど、本人は大喜びしてる。なるほど。良い子の横綱、なんで横綱なの？わかんない。あ、お相撲さんネタを話してる。あ、その時期だよ。いけないよ。いけないね。苦言を呈するマグシーお兄さん。悲しいもんだね。それではまた次回があれば。次回はあるのでしょうか。あるのかな。あるのかな。あるといい、ね。というわけで皆さんありがとうございました。よかった。終わりだ。